さて7月から放送開始のテレビアニメ「<laughs> 月刊少女野崎くんなんですがまずは僕らが演じるところのキャラクターから説明していきますかね、うんはい、ではまず私が演じます野崎梅太郎という男についてなんですけども、えー、えーとこちらですね何何男子高校生でありながら連載を持つ人気の少女漫画家ですねああそうです夢の咲子というペンネームであこれネタバレになっちゃうんじゃな、ね、いでも <laughs> そこアニメ、アニメ見る人。なんか、冒頭からですかまあ、一応書いてるけど。じゃ、謎大きい男みたいな感じ。声がいいです。とにかく声がいい。声がいい。覚えてるよ。ええ、少女漫画雑誌。月刊少女ロマンスに恋しようという作品を連載しております。ね、まあ、乙女心を繊細に描写する漫画家として、多くのファンがいますけども。野崎自身は鈍感でデリカシーに欠けるという。ああ、そうですね。ふうに言われてます。こう、なんか、頭の回転早そうなんですけど。 うん、なんか早すぎて変なとこに行きますよね <laughs> 彼。なるほど。目の付け所が違いますね。そうそう。なんかね。うん、あ,あ、そういうふうに思うんだとかね。そういうことするんだみたいなのが。うん いつも真剣ですよね。で、それがこう千代ちゃんとの掛け合いの中で、ズレがあって、まあ面白いっていうのが。野崎くんのわらかしポイントかなっていう。うああ、なるほど。うん、本人全然、ね、ほら、面白いことやってる人かさ、わらかすぎない。本気,ね、本気で全部取り組んでますから。ね、はい、ということでね、続いて、小沢さん演じる、えー、桜千代。千代。どんな子ですか。野崎くんに肩を結ぶ、加藤むす。 ただの女子高生ですねただの女子高生ねただの女子高生いただきましたはいだなんかもう告白したんですけど野崎くんになんか野崎くんはさっき説明でちょっとなんかねちょっと飛んじゃってるんで勘違いされてしまってどこが好きだったのどっちを…いいだろうお前いいだろうおどんどん好きになっていくしね なんだ。政党がじゃなきゃダメだってか。もそんなことないんですけども、一応一応聞いてみます。そうですよね。なんかいろんなところで聞かれますね。どうして好きだったのみたいな。だよね。やっぱ。気になる。私も気になりますね。私も。ある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 。好きに理由はないってでもなんか明るくていいですよね。そうですね。そう。なんかあの美術部なのでそういう技術を持っているので。 うんうん、はい、技術をね、はい、あの野崎が実は前から注目していたという。設定もあり、うん。ありましたね。アシスタントしてますね。実力は素晴らしいもの。素晴らしい、はあ、はみ出さない。うん、<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。 さんざん調子に乗ってきた岡本さん調子のいいやつです調子のいいやつでオンオフがすごい激しい子でんかそうですね恥ずかしがり屋なのに女の子に囲まれた時とかにですねちょっとかっこいいセリフを言っちゃうんですよねその知識も自分の好きだったアニメだったり漫画だったりのところから多分チョイスしてんだろうなみたいなセリフをどんどんチョイスしていくっていうことでんかオラオラにも見えるんですけどもその実実は 装飾系なんじゃなないいかみたいな男の子ですねなんでちょっとかわいそうでもあります,すなんか見てて、うん、なんかピエロっぽいなこの子みたいなイメージですね <laughs> なんだろうあのロールキャベツ男子とかありますけどもあ<ー>あ<ー>僕よく言われるんですれ。これはこれ 肉巻き何何みたいなことですかアスパラ肉巻きアスパラみたいなベーコンアスパラベーコンアスパラさんですかベーコンアスパラさんですこの方じゃあ個人的なちょっと岡本君に質問ですけどあなたはこの役はいくらで買ったんですかいくらで買ったえ、いくらで買った違う違いますよオーディションオーディションです一応あ、そうなんだなんだニックネームが似てるからってそんなことはないんですよあ、そっか勘違いしてたごめん 待ってください今プレプレスコも終わったんですか収録全部収録はそうですね先日最終回を無事通り終えたんですけどもずっと持ってましたあいつはやっぱ金で買ったやつだろってごめんなさいなんか怖い怖い怖い何ヶえ小沢さんもそう思ってたえ怖いわその反応怖いわ大丈夫みんな大体思ってたから大丈夫何が大丈夫なんですかどこにかかってるんですかそれオーディションねそう一応オーディションしましたそうですよこれ受けたの これあいろいろ受けましたよ。あ、そういろいろ受けたんだ。いろいろ受けました。それこそ野崎もまあ受けたりもしましたし。野崎受けたんですか。そう。<ー>堀も受けましたし。お前野崎だとどのバランスで周り決めれやいんだ。<laughs> あのー。<ー> <laughs> 本当そうですね。 難しいわ。キャスティング難しくなるだろ。ううちの養成所。若い子で。若い子でね。若い子でね。若い子でね。若い14歳、3歳、どうでしょうか。子役の子でどうに。なる嘘でしょう。そんなになっちゃうんで、よかったです。僕、みこりにやれて本みにわたすごい嬉しいです。ったですね。幸せですね。とってもみこりでした。とってもみこりでした。よかった。お金で買ってたとしても、とってもみこりって言われたらいいじゃないですか。そうだね。 そう確に買ってたとしても皆さん買ってないですかね僕ねオーディション会場でね会った方ねみんな一緒になってるんですよねだから全員受かるオーディションかと思っとかあっホ本当ですかああ僕の時はまた違う方々が大先輩の方小野君もいたわ小野君もいたからそうなんですかあの時も中原さんも一緒にだっこれ。 これ合ってない。誰と割ってないじゃ風の枠。違う違うとち購入枠だから。あの株主みたいな。まずい。株主。みたいな扱いで優待できたの。融済。融済できたの。膝折って帰らせもかえ。声優業界誤解されますんでね。このぐらいにこのぐらいにしましょうか。この情報出ちゃったなんかもう危ない危ない。そういう目で見られちゃう。危ない危ない。まあということでね、他にもいろんな魅力を持ったキャラクターが登場してひたすら笑いのモ 物語を繰り広げる月間少女野崎くん、えー、第1話を見れば大体のことは分かるんでどうぞお見逃しなくということで小沢さん続いてはまもなく配信開始のウェブラジオについてお話ししますああこれなんだこれ,これい今やってるのは何だったんだろうってことになるけどこれ本放送じゃないんでね <laughs> んプレ放送第0回だからまあ多分その1回目からの内容について触れていくんだと思いますよなるほど、えー、その前にちょっと CM テレビアニメ「月刊少女野崎くん」のオープニングテーマ大石正義さんによる「君じゃなきゃダメみたい」が角川メディアファクトリーより8月27日発売うんやっぱり君じゃなきゃダメみたい月刊少女野崎くん